1868年から1871年まで使用されたフェルシキ鉄道の列車モンスニ鉄道はフランス南東部とイタリア北西部の間でアルプス山脈にフレジュス鉄道トンネルを建設する期間中1868年から1871年までの間何度かの中断を挟みながらも運行されていた鉄道である。 世界で最初の山岳鉄道であった。ジョン・フェルが設計し、ここで用いられた3本のレールを用いた、フェル式鉄道は他の山岳鉄道においても用いられることになった。鉄道路線は全長7 7トルあり、基間は1 1 0 0ト、mm、ル最急勾配は9%であった。イギリスからインドまで、 全長1400マイルに及ぶオールレッドルートを郵便物を運ぶために用いられた。多くのイギリスの受け負い業者、技術者、投資家によって1864年にイギリスで会社が設立され、鉄道建設の許可を両政府から得ようとした。関わった人物としては、フェルの他にトーマス・ブラッシー、ジェームズ・ブランリーズ、アレクサンダー・ブログデンらがいた。建設許可を得て、 1866年に彼らは鉄道の建設と運営を行うモンスニ鉄道会社を設立した。この鉄道は最終的にはトンネルに置き換えられることになってはいたが運営期間中に建設費を償還した上で利益をもたらすと彼らは考えていた。この会社ではイギリス人の機関士や作業員を雇っていた。実際には鉄道の建設には 多くの遅延が発生し、営業を開始できたのは1868年6月15日のことになった。一方、新しいトンネル工法が開発されたため、トンネルの建設は予想されたよりも早く進み、トンネルは1871年10月16日に開通した。これは峠を超える鉄道の営業期間が当初、期待されたより短くなることを意味し、投資者に、 かなりの損失をもたらした。しかし、フェル式鉄道の技術は証明され、他の多くの山岳鉄道に用いられることになった。この鉄道が建設されるまでは、鉄道の旅客は夏には、馬が牽引するディリジェンスと呼ばれる、駅馬車で、冬にはソリで、アルプス山脈を越えなければならなかった。この峠の鉄道は、トンネル鉄道と区別するためにしばしば、モンスニ山頂鉄道とも呼ばれる。 1860年代初めまでにフランスのカレーからイタリアのブリンディジに至る1400マイルの大半の区間に鉄道が完成しており、そのほとんどはトーマス・ブラッシーとジョン・フェルの手によるものであった。残された唯一最大の問題はアルプス山脈の横断であった。フレジュス鉄道トンネルの工事は1857年に始まっていたが、従来からの道具と火薬を用いたのでは、 建設に多くの都市月を要するものと見込まれていた。カレーからブリンディジまでの鉄道が全てつながり、そこからエジプトのアレクサンドリアまで船で渡るようになれば、カレーからマルセイユまで鉄道を利用して、そこから船を利用するというその時点まで用いられていた。手段に比べて、イギリスからインド、中国、オーストラリアといった地域への旅行の所要時間をおよそ30時間。 短縮できるとされた。郵便物、旅客、貨物の往来の増大により、アルプスの障害を横断できるようにすることが利益を生むと見込めるようになり、また、大英帝国の結びつきを強める機会にもなると思われた。1866年に英国学術協会の会合においてフェルは、モンスニ峠を越えて、アルプス山脈を横断する馬が牽引する既存の 交通手段を改善する、何らかの手段を設計するように4年前に依頼されていたことを報告した。従来型の鉄道にとっては、勾配と曲線があまりにきついことから、どこにもこうした鉄道が、これまでに建設されたことはなかったが、フェルはどうにか、この場所に適したシステムを設計し、その特許を取得した。彼は、最大勾配を12分の1、83パーミル。 最小曲線半径を2チェーンと設定した。フランス・イタリア両政府は、このアイデアを十分な試験にかけることに合意した。詳細設計は、バーケンヘッドのブラッシー・ジャクソン・ベッツ・カンパニー社のカナダ工場で、エー・アレクサンダーが実施した。期間は1100ミ、mm、リメートルであった。1863年から1864年にかけて、クロムフォード ハイピーク鉄道のホエーリーブリッジ近郊の勾配区間においてこの鉄道を借り受けていたロンドンノースウェスタン鉄道の許可を得て新しい機関車の試験が行われた初期の試験は非公開であったが1月には公開の実験が行われた12分の1勾配の勾配において中央の駆動用レールなしでは軽量の機関車は走ることができなかったが 中央レールを用いることで7トンの貨車4両を引くことができることが示された。この情報によりトンネルが開通するまでの間、峠を越える行動上に鉄道を建設する許可をフランス・イタリア両政府から得るためのモンスニ免許会社が1864年4月12日に設立された。この会社に出資したのはサザーランド公爵トーマス・ブラッシー。 モートン・ペト、エドワード・ベッツ、ジェームズ・リスター、トーマス・クランプトン、アレクサンダー・ブログデン、ジェームズ・クロス、フェル、ジェームズ・ブランリーズ、ジョセフ・ジョプリング、T.S. ・カットビル、C ・ローイン・ガーラであった。一株千ポンドの株式を、ブラッシーが三株、フェルが二株、ペトとベッツが一株を共有した以外は、それぞれ一株所有した。会社を代表してフェルが、フランス・イタリア政府に、 鉄道建設許可の交渉を行った。両政府とも資金負担は求められなかった。会社は鉄道事業そのもので利益を出すことを見込んでいた。フランス政府はこの仕組みが実現可能であることのさらなる証明を求めた。イタリア政府はフランス政府が許可を出すなら自分たちも許可を出そうと述べた。さらなる証拠を提示するために ランスブールから峠に至るジグザグの区間に沿って2番目の試験線が建設されることになった。試験線は全長1.25マイルで制限勾配は12分の1、平均勾配は13分の1であった。標高5321フィートの地点から標高5815フィートの地点まで上る。レールはビットオリオイマヌレール鉄道から借用した。 試験戦は1865年1月23日に完成した。この間、2番目の機関車がセントヘレンズのジェームズ・クロスによって制作され、彼が販売した最初の機関車となった。フェルと相談しながらアレクサンダーが設計した機関車であり、クロスが制作することになったのは、ブラッシーの工場が忙しかったからであろうとされる。試験は、フランス、イタリア、 イギリス、オーストリア、ロシア政府の当局者が観覧した。600人の観客がいた。イギリス政府の代表はヘンリー・タイラーであった。試験は1865年2月28日から開始された。最初の機関車のみが使用可能であったが、試験はとても成功裏に実施された。タイラーは2番目の機関車が現地に到着した春に再放した。 この機関車の一部の部品は強化が必要であり、その交換ができるまでは試験をすることは好ましくないと考えた。しかし試験は実施されて成功した。現地試験は次第に毎日数回の走行を行うようになった。7月19日にはタイムズのフレデリック・ハードマンが観覧し、またフランスの当局者は6回目でかつ最後の訪問を行った。 イタリア人向け、ロシア人向けの試験がさらに3日間行われ、7月31日にはジェームズ・ブランリーズに対しての特別な試験日が設けられた。これにより公式の試験は終了したが、非公式試験は11月末まで継続された。フランス政府は1865年11月4日に許可を出し、イタリア政府は12月17日に許可した。 1866年2月7日に、1862年会社法に基づく会社として、モンスニ鉄道会社が設立された。1株20ポンドの株が12,500株が発行され、各株について申し込み時に1ポンドが、発行時に3ポンドが、そして3ヶ月を超えない間隔で4ポンドずつの払い込みがされることになっていた。しかし、 設立時期は最悪の時期であった。1866年1月に、受け負い業者のワトソンオーバーエンドが150万ポンドの負債を抱えて倒産し、2月5日には鉄道事業発起人のトーマス・サビンが破産した。会社の取締役と、その他の役員は、サザーランド公爵、ジェームズ・ハドソン、トーマス・ブラッシー、バランブロサ公爵、アビンガー・男爵、モートンペト、 ロバート・ダラス、エドワード・ブラント、ジャー・ボイス・スミス、トーマス・クランプトン、W.B. バッティコム、アレクサンダー・ブログデン、フェル、ジェームズ・ブランディーズ、T.S. カットビルである。10月までにカットビルは W.J.C. カットビルに変わった。1866年5月11日に、オーバー・エンド・バーニー・アンド・カンパニーが倒産した。モートン・ペトとエドワード・ベッツも破産し、 彼らの出資はなくなった。8月には取締役らは、それぞれ5株ずつ余計に株を取得しなければ、ロンドン証券取引所の基準に達しないことに気づいた。8月23日までに448人の株主によって8678株が引き受けられた。この中には、ブラッシーの945株、ブログデンの792株、 サザーランド公爵の542株、アビンガー断尺の292株、ブランリーズの137株、クランプトンの237株、フェルの242株があった。1866年初頭には、両政府に提出する詳細な平面図と断面図が出来上がってきた。建設は3月に開始された。鉄道の全長は 79.2km になると、された。 道路の標準幅10メートルのうち、鉄道の線路に4メートルを使うことが許され、残りの6メートルは、両政府が保持して道路に用いることになった。ほとんどの道路は、棚状の構造の上に作られていた。この構造は検査して、場所によっては強化したり拡張したりする必要があった。道路を行く動物が、線路に入らないように、木製の柵を設ける必要があった。では、 道路から線路が離れて専用の線路敷を設ける必要があった。ヘアピンカーブになっている場所では鉄道の最小曲線半径40メートルに合わせて調整する必要がある場所もあった。イタリア側ではこの道路は緩い勾配で作られた。しかしこの道路はなだれに弱いことが分かり、通称、はしごと称されるジグザグのきつい勾配の道路に置き換えられた。鉄道はこの はしごはあまりにきついことから当初の道路に沿って敷かれたが600メートルにわたって石像のなだれおいが必要となった。ミシュランマップによればサンミシェルから4492フィートスーザから5178フィート登ることになる。フェルがモンスニーにおける管理重役に指名された。フランス側では直接労働者を雇用して工事が行われた。 イタリア側では契約業者のジャノリアカノーワが用いられた。フェルは2種類の機関車を使おうと考えていた。1種類はランスブールとスーザからのきつい勾配区間を思い列車を牽引してゆっくり登るためのものであり、もう1種類はランスブールとサンミシェルの間のより勾配の緩い区間を早く走るためのものである。しかし他の重役によって却下された。 アレックサンダーが機関車の技術者に指名され、ブラッシーのカナダ工場が機関車製造の指名を受けた。しかし一両を完成させてから、会社の重役らは、フランスの法律によれば、フランスの特許に抵触する、外国製の機械の輸入が禁止されていることに気づいた。フェルは少なくとも、フランスで一件の特許を取得していたのである。この段階に至り、フランスで、 最も評判の良い製造業者は忙しかったため、アレクサンダーがあまり好ましくないと報告していたにもかかわらず、パリのエルネスグインに発注することになった。8月の時点では、1867年2月、3月、4月に機関車が到着すると期待されていた。この機関車はアレクサンダーによって設計され、取締役会の承認を得ていた。他の車両は、 パリのシュバリエ・シェールで制作されることになった。1866年9月初め、アビンガー男爵、ブログデン、バランブロサ公爵は工事現場を訪れた。彼らは工事現場には2200人が雇われており、路線両端部と高原になっている区間ではレールが敷かれ始めており、第三次イタリア独立戦争の影響で馬が不足しているということを確認した。フランス側では、 道路の基礎になっている石がとても大きく、柵を立てるための穴を開けるために葉っぱが必要となっていた。機関車は問題になる可能性があったが、それ以外に開業を遅らせそうに思われるものはなかった。この夏は冷夏であり、例年通りには氷が溶けなかった。数日にわたって暖かい雨が降り続いた後の9月25日に、歩く川の支流が本流へと岩を押し流し、 そこに天然ダムを形成して水が溜まった。最終的にこの天然ダムが決壊し、洪水がテルミニオンからサンミシェルまでの間の50カ所に被害をもたらした。ランスブールからスーザまでは全て問題なかった。雪が降り出して工事が中断した12月初頭までには、路盤工事はほぼ完成していた。1867年2月19日。 半年ごとの総会の第2回において5月までには路線のほとんどの準備ができると株主に説明された。3月4日にはフェルは取締役会に対して9月に開通すると見込んでいると報告を送った。4月4日には取締役会に対し機関車の制作が予定よりかなり遅れていると報告された。最初の機関車は5月1日までに使用可能となり、 二両目は6月に、さらに残りの機関車は、その後一週間に一両のペースで納入されるとされた。また最初の客車は、車輪以外は完成しているとされた。1867年8月半ばに、商務長は、鉄道路線とトンネルを検査するために、タイラー大佐を派遣した。彼は現地へ向かう途中、パリにおいて製作中の機関車と客車を検査した。 8月22日の時点では、サンミシェルとランスブールの間の修理は未完成であった。しかし8月26日には試験走行が試みられた。グイン製の2両の機関車が納入されていたが、どちらもまだ運転の準備ができていなかった。そこで、ジェームズ・クロスによって、セントクロスで2両製作された、イギリス製の機関車のうち2両目を使用した。 アレクサンダー・ブログデンがこの時点で現地にいた。彼は試験の説明をサザーランド公爵に書いて送っており、この文書は公爵の文書記録として保管されており、ランサムが一言一句引用している。事前の試験を行えていなかったため皆が神経質になっていた。しかし試験は非常にうまくいった。タイラーは歌を作ったほどであった。50人が列車に乗車し、 ブランディーズが運転手を務めた。この現地検査において、ブログデンとタイラーは、フレジュス鉄道トンネルについても検査をしている。前述したブログデンの報告によれば、トンネル工事の進捗は良いとされた。事前に想定されていたより、かなり早く、トンネルは3年で貫通し、4年で開通にこぎつけるだろうとされた。タイラーのトンネルに関する公式報告によれば、 7366メートルが掘削済みで4884メートルが残されており、フランス側では硬い石英の層を突破してより柔らかい変岩の層に戻っていた。トンネルとフランス側の鉄道網をつなぐ連絡はまた別の問題であった。建設は年内には始まらず、さらに4年の日数が完成までにかかると見込まれた。会社は できるだけすぐに貨物輸送を開始し、さらに10月には旅客輸送も開始したいと見込んで、フランスイタリア両政府の監督官に9月20日に検査に来るように調整した。これは楽観的に過ぎた。しかし、9月には第3号機関車グインから納入された最初の機関車を使って飛行式試運転が行われ成功した。10月にはブラッシーは 自分が受け負っている現場を巡回していた。彼は12日にモンスニの現場に試験の成功を期待して到着した。その日は寒く湿った日であった。試験は災難であった。第3号機関車だけでなく他の2両の機関車も試験の過程で壊れてしまった。ブラッシーは寒く湿った環境で交換の機関車を待って立ち続けなければならなかった。彼の電気を書いた。 ヘルプスによれば、ブラッシーはこれで体を冷やしてしまい、結果的になくなってしまうことになったという。11月に開かれた総会では、使用で第1級の鉄、または単造の鋼鉄を使うべきとしていた、陽動軸についてグインが質の低い鉄を使っており、そのために試運転において軸が壊れたということが、株主に報告された。また従林もきつい曲線に対応することができず、 撤去する必要があった。これにより、後ろ側の動輪は追加の軸受けとばねが必要となった。1868年4月17日、タイムズ紙は7両の機関車が車軸を交換したか、または、間もなく交換される見込みであると報じた。シュバリエの車両納入は遅れていた。フェル、ブログデン、バーンズの報告によれば、1867年8月時点で、 すでに103両の貨車がサンミシェルにおいて組み立てられているところであった。しかし1868年2月までの時点で会社が受け取っていた客車は11両発注された一等車のうち2両、5両の2等車のうち3両、8両の3等車のうち3両のみでどれも前年6月までに納入されていなければならなかったものであった。 納入済みの客車はすべて二軸客車であり、未納入の客車は三軸客車であった。1868年6月に路線が開通した時点で、エンジニア氏によれば7両の一等車、4両の二等車、8両の三等車があり、公式にはすべて揃っているものとされたが、内部情報によればそうではなかった。1870年には、 フェルは三軸客車はより安定的にかつ抵抗も少なく走ると報告しているので三軸客車も納入されていたことがわかる。財務問題もあった。1867年3月に取締役らの保証により6万ポンドの融資を得ようとすることに取締役会が決定した。9月12日にはタイムズ市が7%利子の社債12万5千ポンドの募集を発表し、 路線はおそらく10月には開通すると付け加えた。これに対する応募はなかった。しかし、事業を継続するために、直ちに必要とされる1万5千ポンドをブラシーが保証した。11月に開かれた総会では、会社の借入枠を12万5千ポンドから20万2千ポンドへ引き上げ、利率を10%とすることの承認を得た。債務負担は18万2千ポンドであると、 宣言されていた。15万ポンドが株式発行により調達され、2600ポンドだけ社債発行によった。20万ポンド分の債建を10%で発行することが決定された。取締役らは他の5万ポンドへの応募があることを条件として、自ら15万ポンドを購入することに同意した。これが14日以内に実行されなければ、事業は 債務返済のために売却を免れないとした。後にさらなる貸し手が見つかり、債務額は24万3000ポンドまで増加した。社債はすべて売れなかったかもしれないが、会社はこの危機を乗り越えた。1867年11月までに、路線は、サンミシェル駅とスーザ駅、そして、路線の大井の一部を除いて完成していた。バーンズは25人を雇っていた。 イギリス人の4人の優れた機関士、6人の機関車整備士、分岐器などを担当する3人の単夜職、客貨車を担当する整備士、単夜職、その見習いが1人ずつであった。2月21日には、タイムズ市は5月1日に開通すると報じたが、しかしこれもまた実現しなかった。多くの作業を終え、四月二十日に市運転列車が十五トンの貨物を積んで、 サンミシェルからスーザへ運転され、翌日戻ってきた。23日には、他の機関車が一日で往復の運転を行い、片道の所要時間は、途中1時間の停車を含んで5時間半であった。フランスイタリア政府の委員会は、全体の検査を4月28日から5月2日まで行った。 委員会は連動装置の問題を述べたが、しかし貨物輸送については直ちに開業する許可を与え、旅客輸送については、貨物輸送を15日間無事に運行した後に、開業させる許可を与えた。試運転期間は6月2日に完了した。発起人らは5月半ばに現地に到着し始めた。5月23日11時30分には、彼らは、 スーザからサンミシェルまでの記念列車に乗車した。ブラウント、ブログデン、バッティコム、フェル、カットビル、ベル、ブレイク、アレクサンダー、バーンズ、ホヒア、デスブリア、クアンプトン、アリバビーン伯爵、イタリア政府コミッショナーのシグノール、ミラなど54人が乗車した。タイムズ氏とモーニングポスト氏の記者もいた。一般向けの開業は6月8日と発表された。 しかしこの開業日も実行されず、今回は本線鉄道との調整に手間取ったものであった。実際の初の旅客列車は1868年6月15日7時20分にスーザを出発した。4月1日には、フレジュス鉄道トンネルは8159メートルまで、掘削が進み、残り4061メートルとなっていた。 完成した路線には39万2千ポンドかかり、1マイルあたりの費用は7966ポンドであった。ブランディーズは当初1マイルあたり8000ポンドと見積もっていた。パリリオン、地中海鉄道の列車でサンミシェルに到着した旅客は、プラットホームの反対側に停車しているフェル式鉄道の列車に乗り換えればよかった。典型的な編成としては、 グイン製の機関車が車掌車、荷物車、3両の客車を引いていた。乗務員は機関士、家父、車掌長と2人の制動手で、あとの3人は1両に1人ずつ乗っていた。貫通ブレーキは装備されていなかった。ウェスティングハウスの空気ブレーキは1872年に特許が取られたものであった。列車はスーザを7時20分と8時30分に出発した。 サンミシェルへの到着は11時45分と12時55分であった。フランス側の時刻はイタリア側に比べて50分遅れていたので所要時間は5時間15分であった。8時30分の列車はトリノを5時30分に出発する列車と連絡していた。帰りの列車はサンミシェルを13時15分と15時55分に出発した。 開通の日には7時20分の列車は1等車、2等車、3等車が1両ずつと2両の荷物車で構成されていた。8時30分の列車はすべて1等車で、これに2両の荷物車を連結していた。どちらの列車も帝国より少し早く到着した。鉄道による旅行は駅馬車に比べて6時間短縮され、また馬車に比べると空間に余裕があり快適で、 しかも一等車であっても運賃は20フラン、安かった。パリリオン、地中海鉄道で到着した29人の旅客のうち、24人が新しく開通した列車を利用し、5人は駅馬車を利用した。駅馬車は衰退したものの、1871年時点でも、なお1日に1便が運行されていた。当初から郵便物輸送が行われていた。月日から、 フランス側、イタリア側の鉄道事業者とモンスニ鉄道は共同で、それまでよりも1日早く郵便物が届くようにし、また投資での旅客の予約を受けられるようにした。しかし8月10日に大雨をもたらした嵐が来て一部の線路を洗い流し、鉄道の運行は中止となった。そして8月17日から18日にかけての夜に、歩く側が再び氾濫し、 フレジュス鉄道トンネルの工事業者が残していた土砂も一員となって橋を流してしまった。歩行者用の橋が建設されて普通箇所を徒歩で連絡できるようにした。パリリオン、地中海鉄道の線路もサンミシェルドモーリエンヌとサンジャンドモーリエンヌの間で被害を受けた。モンスニ鉄道は9月末に運行を再開したがパリリオン、地中海鉄道の方は復旧までさらに 数週間かかり、サンミシェルとサンジャンの間で駅馬車による連絡が行われた。パリリオン、地中海鉄道は、モンスニを経由せずマルセイユ経由のルートに旅客を迂回させる口実として喜んでいたが、実際のところ、モンスニ鉄道のルートはたとえ駅馬車連絡があったとしても人気があった。この時点では現地にゼネラルマネージャーは置かれておらず、二人の 主な管理者であるゴヒーアとバーンズはうまくやっていけていなかった。そこで取締役会はマイケル・ロングブリッジの息子でジェームズ・アンダーソン・ロングブリッジを指名した。ジェームズはスチー・ブンソンの下で修行していた頃もあった。また何両かの機関車は再びクランクの交換を必要とした。より良い機関車をもっとたくさん必要としていたが会社にはその余裕がなかった。 1868年8月にクランプトンはバーンズから新しい機関車の設計承認を得るためにモンスニへ行った。1850年代にフランスの幹線鉄道向けにクランプトンが設計した機関車を製作したことのあるメーカーであるカイユに対して11月中旬に4両の機関車が発注された。取締役の報告が述べるように こうした機関車は後に買い取る約束で借り受けることになっていた。1868年11月7日から10日にかけて多くの降雪があり、また機関車の故障も発生した。バレンティンベルの弁解にもかかわらず、雪多いは依然として完成していなかった。これにより遅れが発生したが、運休となったのは一本だけであった。1869年3月には吹き溜まりにより、 列車が立ち往生した。郵便物がソリで運ばれたものの、これもなだれによって転覆した。ソリの操縦者は脱出したが、郵便物を回収するのに2日かかった。1869年2月の総会では、1868年6月15日から10月31日までの収支報告が行われ、支出は収入の73%であった。しかし、 1868年10月31日時点の貸借対象表では、株主資本が155,550ポンド、債権が1 8万7 5 0ポンド、融資が17,500ポンド、その他の債務が65,487ポンドであった。フランスの債権者は営業黒字に安心して支払い、栗延に同意した。株主が、 資金の返済を受けられる可能性は低くなった。サザーランド公爵とジャーボイス・スミスは辞任した。公爵は失敗事業を仕切ってしまい、名誉から辞任すべきであると考えた可能性がある。さらに彼はサザーランド鉄道の会長でもあった。この会社も1868年4月にボナーブリッジからゴルスピーまで開通させた時点で資金を使い果たしていた。 彼自身がその次の区間への延長を費用負担した。ブラッシーはモンスニ鉄道に関わり続け、債権者の態度が厳しくなった際には自身で資金を提供した。1869年には、毎週の収入はかなり着実に増加して700ポンドから1700ポンドとなり、その後冬には1000ポンドに落ちた。エドワード・ウィンパーは1869年にこの 鉄道を利用し、その旅をアルプス東半期に描いた。インドからの郵便物配送の試行が10月15日に行われた。スーザに67分遅れで到着したものの、モンスニ鉄道は57分を取り戻した。この輸送はその後定期化した。列車の平均速度はサンミシェルとランスブールの間では双方向とも13.2マイル、毎時。 ランスブールとラフロンティアの間では、上りは7.9マイル毎時、下りは10.6マイル毎時、ラフロンティアとスーザの間では、下りは10.6マイル毎時、上りは6.6マイル毎時であった。回遊制の機関車は1869年から1870年にかけての冬に納入された。これにより、貨物列車を定期運行できるようになった。対象となる貨物の中には、 バルドネッキアのトンネル高校へ運ばれる石炭や資材もあった。1870年2月10日に開かれた年次総会では輸送量が想定を下回っているとして取締役会は社債保有者や株主に対して1870年中の利子を払うと約束できなかった。1870年7月には会社の破産申し立てが行われロングブリッジが 暫定の管在人に指名された。鉄道の運行は継続されていたが、不屈戦争とその後の革命のために輸送量は限られていた。パリが輸送需要の主たる源であったが、パリの包囲戦の期間中、輸送量は3分の二2に,になった。フレジュス鉄道トンネルは1870年のクリスマスに貫通した。トンネルを通る 最初の列車は1871年9月16日に通り抜けた。トンネルの営業運転は1871年10月16日に開始され、モンスニ鉄道はその前日に営業を終了した。モンスニ鉄道は1871年には損失を脱しながら運行されていた。会社はイタリア政府に補助金を求めたが、これは却下された。また同時に、 免許の条件により列車の運行を中断することはできなかった。ブロネーシャンビー鉄道博物館に保存されているかつての客車鉄道の運行期間中、旅客の巻き込まれる事故はなかった。1869年12月には貨物列車の脱線により2人が死亡した。1868年には乗務員が列車から投げ落とされて死亡した。 1870年9月にはフェルは英国学術協会に対して列車の総運行距離が20万マイルに達し10万人を輸送したと報告した。インドへの郵便物は接続を失うことは一度もなく、それまでよりも所要時間が30時間短縮された。パリからトリノまでの所要時間は一晩短縮された。モンスニ鉄道はフェル式鉄道の価値を証明した。 フェルが1870年に英国学術協会に報告した時点でトンネル掘スの印象的な進捗により1871年末までには開通するであろうと正しく予測していた。同じくフェル式鉄道を採用していたブラジルのカンタガーロ鉄道はこの時点で建設中であった。中央レールを使った鉄道はインド、スイス、スペインなどで議論になっており、 さらなる鉄道がフランスやイタリアでも計画されていた。モンスニ鉄道の廃止後、ほとんどの資材と一部の従業員はカンタガーロ鉄道とローザンヌ・エシャラン・ベルヒャー鉄道に移った。資料保管オフィスの記録は資材の売却益がどのように債権者に配分されて株主がいくらかでも資金を回収できたかどうかについては何も示していない。 ロングブリッジは1881年に引退し、1896年に死去した。もし生産を完了していたのであれば、彼は生産について報告していなかったことになる。モンスニ鉄道開通後、フェルは速やかに、ブラジルのリオデジャネイロ近郊のカンタガーロ鉄道の建設に向かった。この路線は、ニテロイとノバ・フリブルマを結ぶもので、 モンスニ鉄道の一部の設備を再利用しており、同じ機関線1 0 0、mm、トルを採用していた。この路線は1873年に開通した。ブラジル最初の山岳鉄道であり、1960年代まで運行された。最急勾配は11分の1、最小曲線半径は1.4チェーンで、こうした急な曲線では、剣後に固定された水平車輪は、 中央レールの不正にうまく追従できなかった。車輪の破損は頻繁に発生していた。1883年にボールドウィンロコモティブワークスから導入したフェル式ではない強力な0から6から0タンク機関車がフェル式の機関車を置き換えた。しかし中央レールは引き続きブレーキ用に用いられた。フェル式鉄道はニュージーランドのリムタカインクラインでは成功裏に用いられた。 ありがとうございます。